るはずのない場所、あるはずのない時間、いるはずのない人々、起こるはずがないこと。どうも、コンビニ急ぎすぎて階段とエレベーターを使い忘れたよで有名な窪塚洋介です。元気ですか？久しぶりです。日本の皆さん元気でした？お父さんお母さん元気です？まあそんなことはどうでもいいんですけれども、三宅洋平が再び現れて、そして俺がここでマイクを握るような時代がやってまいりました。時が来ちゃったんです、多分。まあみんなの方がね、気がついてるから、このこうやって駅前に集まって長い時間足を止めて、みんなのこのフェスじゃねえか本当にっていうね感じのお祭り、あ、でもお祭りだもんね、祭り事だなって思いました。あの政治は祭り事って言うから、でもこんな祭り事いいなって。三宅洋平6位ですか？何言ってんの？何言ってんだよ。俺ん中でダントツ1位なんですけど。もう突き抜けちゃってるからもうビューインですよ。1位優勝 OK、 だから優勝させましょうよみんなで。ちょっと喋りますけど、こんなねとこで俺が喋るのなんか最初で最後なんじゃないかなっていう気分で、感謝と感謝を持ってね、皆さんに喋ろうと思って、俺みんなにちゃんと伝えたいなと思ったんで、ちょっとメモをねいろいろ取ってきたんで、ちょっと待ってくださいね。まあ過去一のピンチということで、太平洋戦争前の空気感に似てるなーなんていう年配の方もいるって言ってましたけれども、違うでしょ。インターネットあるから俺らもう繋がってんのにまだ騙されてんの？こんなに繋がって、音楽でもインターネットでも繋がってんのにまだ騙されてる。でもピンチはチャンスなんで、はい、これ大ピンチに見えますけど日本でも、ってことは大チャンスでしょ。いっぱいいっぱい失敗してきたから、いっぱい成功しますよこれからでしょ。大失敗したやつだけが大成功するから OK。 日本大失敗してる今だから、チャンスに変えて大成功しようぜみんなで。それをがっちりつないでくれる候補者が三宅洋平だと思ってるし、信じて疑いません俺は。はい、俺が今望んでるのはここで裸足になって深呼吸していっぱい美味しい空気吸って、美味しい水飲んで、美味しいご飯食べて、好きな仲間と笑ったり泣いたり、そうやってずっと生きていきたいけど、はい、この命をがっちり、この命をがっちり生きたいけど、今俺が信じてた世界は、まあ、お母さんね、こんな世界だよって教えてくれましたけど、丸い世界教えてくれてました。でも大人になっていくに従って自分のこの目でその世界を見たら、あれ丸じゃねえな、三角か、いや三角じゃねえな、こりゃダメだ、罰、そうなってん。この世界は俺が教えてもらった丸い形はしてなかったです。だから俺はレゲエミュージックやってるし、10年前にテレビに出ることも捨て、映画だけにして、そうやって自分の意志を研ぎ澄まして、今日ここで皆さんにこの言葉のナイフをぶっ刺せることができて、本当に嬉しく思ってます。俺が信じてきて考えてたことは間違ってなかった。だって今ここでみんなと繋がってるから。俺がこの人間違いねえなと思った人、みんな間違いねえって思ってんだもん。俺の考えは間違いじゃなかった。そしてそれをさらにもっと間違いじゃなくて、これしかなかったじゃねえかよ、答えこれだったんだなっ
ていうためにみんなで投票しましょうよ。あのね、どれぐらい洗脳されてんのかなっていうね、あのマトリックスの映画見たことあると思いますけど、緑色の文字がもうダーって滝のように流れてくる、ああいうことされてんです。俺らその川の流れのところに汚ねえっていうか、まあ、いろんな情報を流されて、川底にあるすごい綺麗な宝物が見えてないの。笑ったり泣いたり喜んだり感じて、セックスしてご飯食べて、そのここにいる、それだけでいい、あるがまま生きれるだけでいい、その当たり前の素敵なこの宇宙の姿が見えなくなってるんです。余計なもんが多すぎて、そういうの取っ払ってもらいましょうよ。いや、この言い方よくねえな、俺らで取っ払いましょう。三宅洋平を代表にして俺らで取っ払おうぜ、そういうゴミは。はい、いっぱい喋ります。だってこんな日ねえもん、もう多分。空気、水、食べ物、なんでこんなに汚染されてるかな、大丈夫かなって気にしながら生きていかなきゃいけないんだよっていういつも思うんですよ。東京来たらいつもそう、マスク、なんで暑いのにマスク。おはようございます。はい、空気が悪い日はマスクします。今日は風向きよく良いけど、大丈夫なんだけど、これアピールみんなに。チェルノブイリのおじいちゃんが言ってたって言ってました、あの諦めたやつと無知なやつから死んでったって、順番に、もう死ぬのすぐ近くだから、前よりバタバタ行くぞみんな。だから覚悟して、腹決めて、自分の命は自分で守るっていうか、プロテクミネック、オッケー、自分で、誰も守ってくれません。むしろ殺しにかかってきてるぐらいの感じだと思ってますんで、俺は。減った方がいいんじゃん、ガンになった方がいいんじゃん、ガンセンターが儲かるから。はい、ムカつくなあいつら、マジで投票しない方がいいんじゃん、あいつらが好きにできるから。ファッキュー、投票行くっつーの、お前らの好きにさせねえぞっつってんの。はい、まあこの話たどると、あの元凶の元凶のめっちゃ言っちゃいけないとこまでたどり着いちゃう話なんで、こっからあとはちょっとググってねって言っときますけど、大元の元凶とシステムと、それは今日今この場所でほじくり返してどうのこうのすることじゃない。今とりあえず、今俺らがやんなきゃいけないことは、三宅洋平を国会に入れて、俺らの代わりに、だってああいう目したやつが行った方がいいだろ国会、ああいう顔してるやつが行った方がいいだろ国会、あんなわけのわかんねえしょうもねえ顔したジジイだわ。だからしょうもねえことやってるから、あんな顔してんだよマジ。OK! まあみんなのこのエネルギーもらってね、テンション上がってきちゃって口もね滑りますけれどもね、それよりも何よりも今この時代がズルンズルンに滑っちゃってますから、皆さんがっちり地に足ついて踏ん張って三宅洋平盛り上げていきましょう。ありがとうございました。 Peace out!